はい、こんばんは、やむりょうと申します。まあ、つってもこれ、サブチャンネルでやってると思いますけどね。まあ、買ってきましたよ、ということでね、今までね、24時間、耐久、ニコニコ動画、あれね、あ、なんだったっけ、タイトル、底辺 YouTuber がニコニコ動画、本気でと、24時間投稿したら何本投稿できるのか説みたいなね、できるのかみたいなやつやってたんですけど、なんか頭回ってね、24時間フラフラでございます。まあ途中ちょっとね、髪の毛回ってましたけど、なんでね、マック買ってきました。安い食べようということでね、これが、ダブルビッグマックね、そう。ギガビッグマックね、買おうかなと思ったらね、ギガビッグマックはもう売り切れということだったんでね、試しにね、今日はね、グランドビッグマックとダブルビッグマックね、夜マックのパティが4枚になったやつ、横にでっかいのと4枚のパティとね、だったらどっちの方が食べ応えがあるのかね、徹底検証してみようということでございますね。ついでに、サムライマックと比べたらね、どうなのかなっていうのもね、見てみたいと思います。改めて見てみて。でも、あからさまに入れ物がもう、サムライマックよりでっかいですもんね。ということでね、早速やっていきたいと思いますよ。もう、ちょっともサブチャンネルだから特に切りもしませんけど。じゃあ、早速ね、食べていきましょうかね。いやー、どけてこれですからね。ちょっと、いい加減ね、ぐちゃぐちゃなんですけどね。よいしょ。この画角の方がいいかな。ということで開けてみましょう。グランビッグマック。これが要は4枚になったのがギガビッグマックですもんね。いやー、ドン。でけえ。でけえな。これ多分普通のビッグマックと比べるとどうなるか。しかしこっちね、いいですね。4つ。おー、いいね。並びましたね。画面だとちょっとわかりにくいかもしれませんけど、あからさまにでかいですね、これ。縦がね、並べてみたら、これでやっとこうか。乗っけて、やっとこうか。今のサムネイルですね。で、これどうなんでしょう。サムネイルマックと比べたらどうなのかっていうところですよね。でけえわ。これもね、横にでかい、パンダですけど、あ、それと比べても全然でかいですね。うわ、すごいな。さあ、ってことで、せっかくなんで、この、ビカブツからね、やっていきましょう。で、ちょっとお酒も飲もうかな。ハイボール2プロ。よいしょ。とまだ、編集作業。したいのも残ってるんで、軽くぐらいとこかな。あ、ちなみに今日はね、単品で買ってきました。よいしょ。ポテチがね、あったんで、これをね、フラポカ味にしてね、一緒にやるとね。で、この3個ね、食べていこうかなと思います。では、いただきましょう。グランビッグマックでかいなー。どれが一番食べ応えあるんでしょうね。うわ、でっけえな。パティよりも、そうか、パンズが相当でかいんですね、これ。うわ、すげえ。いただきます。当たり前ですけど、味は紛れもなくビッグマックですね。言うて結局、テイクアウトだとね、ポテトしないしないになるんで、ポテチとかの方のがね、子供菊池買っておけばね、そのまま
食えるんでいいですよね。結構私はこのパターンやりますね。あのポテトが食いたくなるときもありますけどね。食べ応えありますね。確かにこれでギガはパティか倍ってこと考えたら相当食べれそうですね。790円ってことは普通にダブルチーズバーガーとかのあたり2つ頼むのと変わらんすもんね。ソースはみ出してくるんで、手は汚れますね。これはなかなかの食べ応えですね。じゃあ続いて、夜マックのビッグ。いや、でもこれもね、定番で言うてこの高さありますからね。こんだけ高いですからね。やっぱし食べ応えありますよね。いいですね。久しぶりですね、夜の、あれ、いつもね、ダブルチーズバーガーの夜マック行っちゃうんですよね。なんで、これを久しぶりに。いただきます。味はこっちの方が濃い気がするな。肉の濃厚感がこっちの方が強い気がする。やっぱり完成された味ですね。結局食べるとうまいですよね、ビッグマックって。昔はビッグマック食えなかったんですよね、私。まあ、それこそマヨネーズ系が全然ダメだったんでね。出てくるね。そう、これがね、うまく食う方法がわからないんですよね。しばらく音を見ると思うという動画を見ながら食べることと思います。
ちそうさまでした。おお、やっぱパティ4枚あるからでしょうね。肉食ってる感はやっぱこっちの方が強いっすね。うまいっすね。いやー、よかった。でもやっぱり4枚パティで縦に長い分食べにくいのは食べにくいですけどね、正直。これぐらいがやっぱ一番食べやすいんですよね。サムライの2択、ダブル肉厚にしましたけどね。いただきます。こんな感じでぼちぼちいきますよ。結局個人的には眉張ってないこういう系の方のが好きなんですよね。YouTube 見ながら食べ進めたいと思います。音は切っちゃいますね。つまつまがね、分厚いから。いいですね。ことで、一応締めに入っとこうかな。いやー、うまかったですね。で、まあ、さすがにやっぱ3つ食べたら、お腹も、くれますね。肉欲も、満たされました。これで、いい夜が過ごせそうです。まあ、感想としては、総合としてね、食べるなら、グランビッグマックがいいのかな？同じ量を食べるっていう前提だったらね、多分ボリューム的にはそんなに変わらんすわ。夜マックのと。で、肉肉しいのを食べたいんだったら、夜マックの、ビッグマックの方がいいかなっていうような使い分けかもしれません。まあもちろん全てを満たすギガビッグマックが最強だとは思いますけどね。まあまたちょっと、増える機会があったら、ギガビッグマックもね、単品で買ってこようかなと思いますんでね。よろしくお願いいたします。まあ、結局、締めでね、サムライビッグマックこれでね、口の中がね、ちょっとさっぱり気味になるんでね。結局やっぱ、サムライマックうめえなと、いうことで、日本人だなと、いうことでですね。この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。